はい、前編でね、オームの法則を、使って、標準的にね、解いてみました。後編ではですね、オームの法則プラスですね、比例反比例が使ってですね、簡単に解いてみました。その違いをね、ぜひ比べてみてください。外交の積は内交の積に等しいということですから、2倍の R、2はですね、3倍の R1 とこうなります。したがって R2 は2分の 3R1、これは1.5倍の R1 ですね。で、ここオームの法則でね、解いてみますと、25は4倍の R1 プラス R2 になりますね。はい、これ4倍の R1 プラス、R2 のとこれ入れます。1.5倍の R1 と。そうすると、これは、4×2.5 倍の R1 となりますんで、R1 は、4×2.5 分の25。はい。これは、10分の25ですね。2.5 オームと。こうなります。したがって P1 は I 次乗 R1 とこうなりますんで、4の次乗かけ、2.5、16かけ2.5ですね。これ40ワットになりますね。はい、まずですね、前ですね、電力ですね、P ですね、これは VI で 25×4 ですね、100ワットと、こうなりますな。はい、ほんでね、P イコール I 次乗 R という公式ありますね。これね、P とですね、R はですね、比例でしょ？比例ですね。ということは、P1 は P かけ、これが2対3ですから、2たす3分の2いうことでしょ？そうすると、100かけ5分の2。40ワットと。こうですね。試験の時はね、このパターンでやってほしいんですけどね。いわゆる、これとこれを使うわけですね。